ようか。はるちゃんのいた猫の餌場に来ました。いるかな、いないな。おい、ないか。旧時代のドライフードですが、からですね、うん、水は凍ってないです。でこの辺は汚れてますね。これはこれだな、猫じゃない足跡だな。よし、はい。給餌台はドライフードを補充して、まあ、中も外もきれいにしときました。で水は新しくして本当にも入れてあります。まあ、ここはねハクビシンがいるんですよね。もう何度か見てるんで。そう、ここにねはるちゃんがいた頃は、まあ、ずっとミケちゃんって呼んでたんですけど、で最初の頃はもうね取り付く島がないぐらい逃げてましたけど、まあ、それでもね自分の存在を知らせてきてたんで、だから今から思えば、まあ、あれでもね慣れてたというか、まあ、元飼い猫だから人間がご飯をくれるっていうことを知ってて、ね、自分の存在はちゃんと伝えてたんですけど、ね、今いる子たちは完全な野良だと思うんで、ね、なかなかそうはいかないんでしょうね。うん、グレーのオス猫はねでもはるちゃんと一緒に出てくることもあって、で、まあ、はるちゃんがね最後の方はね僕の手にくっつけたチュールを舐めるぐらいまで慣れてくれて、そう、それを見てねお何みたいな顔して、それ以来ね本気では逃げなくなったんですよね。めちゃめちゃ吹かれますけど。そうそう、ミケちゃん保護しました。そう、はるちゃんはね今うちでのんびりしてます。まあ、ただね意外と逃げます。抱っこできるし撫でられるの好きなんだけど、不意に会ったりするとね なんだこいつみたいな顔をして低い体勢で逃げていくっていうね、ちょっと何って感じなんだけど、まあ、とにかくね可愛いです。さくらちゃん家に来ました。おいたいた、よし、はい、さくらちゃんおやつです。はいはい、ちゃんと噛んだね。来たね。よし、ちょっと待ってね、今日おいしいやつ持ってきた。さくらちゃんのご飯です。お、いいね。はい、おいでおいで。はい、こっちで食べな。はい、タロちゃん、ジロちゃん家に来ました。お、タロちゃん、ジロちゃん、いいよ。はい、タロちゃん。はい、ジロちゃん。よし。今5時20分ぐらいかな。6時ぐらいには暗くなりそうなんで、まずは何はともあれ散歩かな。お、タロちゃん引っかかってるよ。どうだ、ちょっと待って待って。いや、一緒だね。おぉ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。おぉ、こんにちは。もう大パニック。お、ヒーローちゃん。一緒に散歩した方が楽しそうだ。君たちは。ジロちゃん食べたでしょ。はい、食べた。はい、ただいま6時を少し回ったところです。これからタロちゃん、ジロちゃんのわらをやりますが、その前に、はい、
君たちの考えていることは分かっているぞ。はい、簡単にやることを説明しますと、うんちを拾って、それからおしっこで濡れた藁を取り除きますね。で、藁が足りなかったらここに新しいのがあるので追加します。はい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 、ちょっと待って。お、いいね、君たち作業の大詰めを迎えております、ね、こっちの方はもう OK で、タロちゃんは先ほどから、ね、お待ちくたびれ状態です。ジロちゃんもそうだけど、今ねちょっと起きてきたね。ちょっと待ってね、あとちょっとだから。ただいま7時15分となっております。ね、もう汚れた藁を除く作業は終わりました、ね、だいぶ時間かかっちゃった。ごめんね君、またすごい待たせたね。ごめんごめん。太郎ちゃん、ジロちゃんのご飯です。なかなかいい湯気が立ってます。ジロちゃん食べてます。はい、太郎ちゃんも食べてます。よし、でどうでしょうか、次郎くん。いいんじゃないかな。ねえ太郎ちゃん。太郎ちゃんちお皿で遊んでる。よし、オッケー。いやー、今日も遅くなっちゃってごめんな。最後におやつ大会です。はい、おいでおいで。はい。はい。ちゃん、はい、太郎ちゃん、いいね。はい、今8時、クロちゃんのいた猫の餌場にもう一度来てみました。マイナス1度か。そう、だいぶ、ね、冷えてきました。いるかな。時間はな、どうかな。ミケちゃん、いないな。どうしたのかな。ミケちゃん、はい、ドライフードはですね、上の方を少し食べたかなという感じかな、ね。まあ、ちょっとこぼれてるし、こっちはよいしょ、あ、こっちの右側の方がちょっと食べられた跡はありますね。まあ、食べてるから誰かはいるのかな。なんでいないんだろう。しょうがないな。また明日来てみるか。8時15分、ぴっちゃんのとこに来ました。ぴっちゃんお父さん帰ってきたんだよ。よかったな。よしよし。はい、ぴっちゃんお父さんが帰ってきて、ご飯をこれから今ね温めてるって言ってたよね。よかったね。じゃあおやつをちょっとだけね。はい、はい、よし。よし、じゃあまた明日来るからね、ピッチャーな。